はい、というわけで、レイン対シュー、リリ対、シークの、対戦が始まります。何秒からスタートだったっけ。配信の瞬間で大丈夫です。はい、では始まりました。シーク対リリー、今現状2強と言われているキャラの2キャラですね。さあまず外に出したら横からの車へ繋がらず、さあシークまずは火力を取っていく。さあジャクレー押し込んで 50% で 0%、 まだシューザーダメージもらってないですね。さあレインさんここからどう対応していくか。ここから下上げ、まず下上げからの E の火力、しかし車に返されてしまう。ここから下上げから、さあこの下上げかなり強いですね。さらに横 B でダメージを溜めていく。おっと、こうそういえばこういうネタありますね。確かに全然シーク分かってなかった。さあ下上げから車へ、さあ下上げから車にきっちり入れていく。さあダメージでは84まずで一気にレインさんがリードを奪っていきますね。さあこの車へ、ゴミ箱さんが使った下投げの火力の取り方と一緒ですね。横からの車へ、さあ針をためて消去は当たらず、バナナからの横様きっちりとバースト。さあここからシークがちょっときつくなってきたか。バーストはきついシークにとってかなり痛いアドバンテージですね。さあ車前から、さあまずここからリリーの火力を取らせることをさせたくないシーク側、対してここから一気に突き放したいリリー側、そしてその下着からクーベクーベが入っていく。ここから針止まってバナナをしっかりガラしてバナナを取る。下着からのつかみ、下着からのつかみすごいですね。不審が2回目に当たっていく。さあ着地狩りは着地暴れてリリーが、さあしっかり見ているレインさん。さあ針で待って掴んで前ないから視聴が当たらず、針で当たって、さあこの車形成もかなり強いですね。車の判定が硬いんでかなり車に強いですね。さあ長行、今のうまいですね長行。さあ長行でバーストして、さあここからシークは火力持っていけばだいぶわからない展開になっていきます。さあしかもリリー外に出されるとバレル復帰針で潰されるんで、もしかしたらワンチャンあるかもしれないですね。さあ空母から空へ着地させないレインリリー、空前、さあうまいですね今の空前でバースト、今のバーストするんですね。さあ1本目取ったのがレインリリー。ステージはどうします？レインボーロード、はい。さあステージレインボーロードになりました。さあ先ほどの試合はかなり展開が早かったですね。
さあまず先手取ったのはチークだが、しかし下投げクーベクーベが、はい、しっかり決めていく。一気に 24% 溜まりましたね。下京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 4回からの 45% 溜まりました。今のフィリップつながってるはだいぶ飼育は痛かったんですけど、しっかりこれを拒否していく。下投げからクーベ入れていく。さあここはだいぶリードを取ったのはレインリリー。さあこれは炸裂感の弾、なんか弾ですかね。さあ今日掴んでちょっとこれ怖いが、さあシークワはちょっとなかなか対応に難しい感じにしますが、暴発でか今のしっかり反撃を取って下投げ球を入れていく。体力を取っていくレインリリー、半角取って空前から空前つながる。前段から空前つながるか、横火で返されてしまう。ここから後ろ投げで空前に入らずバナナ取って、しかし何も起こらない。ここから空前からしかし何も入らず、しかし廃棄を読んで前段から長魚は入らない。さあパーセントはリリーがちょっと有利してるが、回避を読んで掴んで下投げからクエに入って、あっとこのフィリップキックが強い。崖を掴んで、あっとしかし2回目崖つかまりで下様でバースト。さあこのゲーム2回目の崖つかまりは地上に降りない限り無敵がつかないんで、そこを狙って下様を打ちましたね。レインさん掴んで下投げから不審は当たらず、掴んで振り掴みから上様、しかしさあ火力取っていくレインリリー。ここからよくから空前暴れ、この空前暴れ取ってしまう。さあこの空前が強いぞ、それ判定硬いんで大体のキャラの判定には勝てますね。針で掴んで前ないから、しかしバーストできない。バーストに持ってくのはなかなか難しい。シーク側ちょっときついですね。ああ掴んで後ろにから展開を作っていって、しかしレインさんの拒否がうまい。さあ1点読みの上様が取らず、おっとこれはちょっと事故ってしまう。さあしかしこれ焦ることなくレインリリーがしっかり火力取っていく。掴んで前内から空前確定して、掴んで前内からさらに空前確定、あっと暴発か今の。ディア取らず掴めず、さあ空前、この空前が強い。しっかりバナナを拾って、さあここから空前ジャックが通って、さあ怖いぞ、ここ空前しっかり回避を読んで空前掴めずジャックで暴れて、さあ空前外に出されてしまう。おっと掴んで、ここから余命はしっかり中さんが拒否して、空前はい溜めてるとこにしっかり空前を入れてくるレインリリー。さあだいぶシュー飼育がきつい形になってきたか。さあワンチャンあるか、針で殺せたら、バレる時に針で殺せたらワンチャンありますが、しかし空前で、さあこの状況は怖いけど、ここから後ろ投げ、しかし死なない。掴んで前投げが、これはまだ死なない。
さあ空母掴んで下投げかな。これはしかしワンチャンウィズも当たらない。しっかりレインディリー拒否していく。当たっちゃいけない技はしっかり分かってます。さあクリップキック通って、しかしまだ死なない。あっと、おさあこれは、あ掴んで、これは後ろ投げでバーストです。勝ったのはレインディリーです。8月11回戦、そしてレインはそのまま、ゴミ箱レイン。